お仕事で大変恐縮なんですけどもね、えー、10年くらい前からですかね、えー、お仕事をいただけるようになって、えー、ほんとこれは稲川淳二さんそして、えー、皆様のおかげでございますアルバイトをやめた生活が続いておりますありがとうございますしかしながらここ最近ね いろんな騒動がございまして、えー、仕事がね、激減と言いますか、全くなくなった状態でございます。そしてね、えー、まだね、アルバイトはかろうじてしなくて大丈夫なんですけども、この度9月よりパートを始めることになりました。はい。ご報告でございましたけどもね。えーまあの、我々ね、芸人なんか言うと、 おしゃれな場所、綺麗な場所なんかじゃ働けません。ね。だいたい働けるところはですね、えー、世の中的に言えば、ブラック企業なんですよね。本当にそういうとこしかないんですよ、えー。仕方ないですけどもね。はい。あの、ブラック企業ね、あの、すごいのがですね、もう面接もすごいんですよ。例えばですね、 えー、面接行くじゃないですか。そして、1時間ぐらい待たされてね、なかなか面接官の人来ないなと思ったらですね、秘書のね、方が現れて、今日ね、面接官である社長がね、ちょっとあの、二日酔いでね、えー、来れなくなってしまいまして、またの日にお願いできないかって言ってますけど、って言われてね、えー、私も笑いながらね、あじゃあもう結構です、つって帰っちゃいましたけどもね。えー、あとはですね、あのー、面接官の方が何にも喋らずね、面接の時ずっと私の顔を見てるんですよ。 そうするとね、ちょっとあなた、歯を見せてくださいって言うんですよ。歯って言うと、歯です、歯。この歯ですっていう頃、何のことだろうと思って歯を見したわけですよね。こうやって。それとね、もっとしっかり開いて歯を見せてくださいって言う頃、っつってこうやって歯を見せたらですね、それをずっとこうやって確認してね、合格って言ってきたんですよね。意味がわからないですよね。聞けばですね、えー 歯が全部ある人はね、やる気があるっていうね、わけのわからないね、持論をね、えー、言ってましたけどもね、ほんとそういうところとかですね。あとはね、昔ちょっと、パン工場のね、深夜、あの、バイトしたことがあるんですけど、まあ、辛いんですよ。ほんとね、 あの、休憩時間にいなくなる人とか続出なんですよ。辛すぎて。流れ作業でね、辛いんですよ。今これツイストパンみたいなあれを作りましたけどもね。あの、本当に辛いんですよね。で、私もね、頑張ってね、夜中作業だったんですけど、1ヶ月ぐらい頑張ったんですけどね、もうある日ちょっと、 気がおかしくなってですね、もう嫌だと思って休憩時間の時にもう抜け出しちゃったんですよ。もう給料もいらないからいいやと思ってね、よくないことですよ。もう20年以上前なんですけど、抜け出してですね、どうしようかなと思ってね、えー、いろいろね、えー、考えたんですけどもね、えー、飲み屋に入ったんですね。なんか、スナックみたいなのが空いてたんで。そしたらですね、あの、同じね、あれっていう、 流れ作業にいた人が数人いてね、その場に混じって飲んでたんですけどね、なんか話してる内容がすごいネガティブでね、ほんとここダメだなぁなんて思ってね、店の名前を見たらね、吹き溜まりって書いてましたけどもね、えー、そんな思い出があるんですけどもね、そんなブラック企業にね、まつわる話なんですけどもね、私のね、友人で A さんというね、元ミュージシャンがいるんですけども、 イベント会社に勤めてたらしいんですよね。まあとにかく休みがなかったらしいんですよ。なんか結局ミュージシャンでなんかね、つながればいいかななんて面白い仕事にね、思って働いてたらしいんですけど、ほんとね、寝る暇もなかったって言ってましたけどもね。えー、かったるかったのはですね、イベントでね、出演者の方々のステックじゃないですか、その現場まで。終わって、また都心とかに戻ってくるのは全然苦にならないらしいんですけど、その後その、 出演者一人一人を家まで送らなきゃいけなかったんですって。それがまあ、皆さん都心だったらいいんですけど、神奈川だったり埼玉でもすごいなんかしんどかったって言ってましたけどもね。で、え、ある日、ゴールデンウィーク、あの、東北の方でイベントがあってね、また出演者の人たちを車に乗せて東北行って終わってね、え、夕方ぐらいに向こう立ったんですって。そしたらもう、大渋滞なんですってね、車が。 運転が A さんだけなんで、まあ他の方は寝たりしてたんですって。しかしながらその日 MC をやった、あの男の子、まあ B 君としましょうかね。その B 君が助手席に乗ってね、まああの、A さんのためにいろいろ話してくれるらしいんですよね。なんかすごいいい子だったって言ってましたけどもね。そして、えー、まあ夜のね、10時過ぎぐらいに道がすきだして、えー ちょっと車が流れるようになったんですって。で、どん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 流れるようになってって、その間も B 君がずっと話してくれてたんですって。で、ずっと走ってたら B 君静かになったなと思って、チラッて見たら B 君やっぱ、うつらうつらしちゃってたんですって。で、他の人たちにてたんで、まあ、A さんもね、都心まで頑張ろうって運転してて、そしたら急にね、B 君が起きて、あの、ラジオをつけてくれたんですって。するとね、そこから洋楽のね、 えー、まあ、多分、世界中の人が知ってる曲が流れて、ああ、懐かしいな、なんて思っててね、ミュージシャンですからね。すると、その、 B 君がね、これ僕高校の頃をバンドでコピーしてたんですよ、なんて言ってたら、そうなのこれさ、B メロからさ、まあそのサビに行くまでのあれかっこいいんだよねとかそういうちょっと専門的なことね、見てたさんで話してて、まあ盛り上がってたらしいんですよね。するとね、後ろの寝てた人たちも起きて急に話に入り出してたらしいんですよ。この曲ってすごいんだなぁなんて思ってたらしいんですけどもね、えさん。するとね、フー というクラクションが聞こえたんですって。うーんと思ったら、どうやら後続車が鳴らしてるらしいんですよね。すると、あの、ルームミラーで見ると、あの、パッシングって言いますかね、その、チカ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 ライトでね、あの、つけたり、あの、また戻したり、つけたり戻したり、なんかその、危ないよってなんか警告してくれてるんですって。なんだと思って、ふって前見ると、目の前にトラックのお尻があるんですって。うわーっと思って、急ブレーキを踏んじゃったんですって。とっさに。そうすると、運よく、 他の車に当たらずぐる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 回って路肩に行ってガードレーンにバーンとぶつかって止まったんですみんな怪我ないかって言ってうわーこれちょっとあれだって言ってそのありますよね備え付きの非常電話電話してあのハイウェイパトロールの方とか警察の方とか来てもらって自損事故でね片付いたらしいんですけどもで事故 当時のね、話を教えてって、あの、事情聴取の方に言われたんで、話してたらしいんですよ。トラックが、あの、急に現れて、これこれこうでっていう話で、うーん、そっか、ひょっとして居眠り運転がなんかしてたんじゃないのって言われたんで、いや絶対居眠りはしてないですよって言ったら、援護射撃でね、その B 君が、いえ、ラジオを聞いて、その音楽について盛り上がってる途中にそういうことになってたんで、寝てることなんか一切ないですよっていう話をしてくれて、そしたら、事情聴取の方が、 それちなみにどんな曲かなってなんか深刻そうな顔で聞いてくるんです。で、まあ黙ってたら、俺みたいなおじちゃんに言ってもわかんねえかその曲っていうんで、その曲を答えたんです、A さんが。すると、はぁ、ため息つくんです。すると言うんですって。その曲さ、ちょっと前もさ、この辺でね、そうやって事故って音楽がかかってって、 言ってたんだよね。その音楽なんだよね。って言うんですって。運よくね、そういう自尊事故だけで済んだけど。 この道ってさ、直線なのにさ、事故起こるんだよ。でね、何件か事故ね、起きてて、それが音楽聴いてたかどうかはわからないんだけどね、ここの場所はね、不思議な場所でね、その音楽、まつわるかどうかわかんないんだけどね、ここがね、本当に事故多いんだよね。まあよかったよかった。あの、本当、車だけね、えー、びっくりになっただけで、いや、本当よかった。って、その事情聴取した方言ってたらしいんですけどもね。 その音楽ね、30年ぐらい前にヒットして世界的にね、大ヒットした曲なんですけどもね、その曲なんかあるんですかね、わからないんですけどもね、A さん言ってました。その曲がね、どっかで流れるとちょっとね、気を引き締めるって言ってましたけどもね、えー、不思議な話ってあるんですよね。<music>